鳥居渋谷チーチェリャは、ロシア帝国が、国会艦隊向けに建造した戦艦である。艦名は、三つ成聖者という意味。ロシア帝国海軍では当初は、装甲艦、後艦隊装甲艦、最終的に、戦列艦に分類された。いわゆる全員土級戦艦に数えられる。ロシア革命の後臨時政府、ウクライナ国家。 赤軍、白軍によって運用され、最終的にはソ連政府によって解体された。ウクライナ時代の分類もロシア時代同様に戦列艦であった。ウクライナ語ではトルイー・スブヤ・ティー・テリーになるが、これは正式に解明されたというよりは、単にロシア語名をウクライナ語訳したものである。実際、ロシア語綴りのまま、と表記したり、 ロシア語名をウクライナ語アルファベットで表記して、とされる例もあるので、このページでは、表記を区別せずに、トリー・スブヤチーチェリアを使用することとする。1890年代初頭、ロシア帝国国会艦隊の主力となっていたのは、いずれもバーベット艦のエカチェリーナ二世級装甲艦、四隻と、装甲艦、ドベナッツァチアポーストロフであった。これらの艦は、あらゆる特徴において、 完全に旧式化しており、戦力維持のためには、新しい装甲艦の建造が必要となった。そのため、1882年から1902年の増換計画の予算によって新しい大型の、砲塔装甲艦が建造されることになった。国会艦隊にとっては6隻目となる、この装甲艦は、設計上、当時のロシアにおける最も強力な軍艦であり、 ロシアの造刊誌における重要な段階となることが見込まれた。1891年8月2日、ニコラー F 海軍交渉において、アレクセイ・アレクサンドロビチ対抗殿下のお立ち合いの下イギリス製の図面による新型の装甲艦が、起工式が催された。この艦は、聖教会に敬意を表してトリー・スブヤチ・イチェリアと命名された。その艦名は、 1838年建造の戦列艦から受け継いだものであった。本艦の武装、装甲配置を示したズトリー・スブヤ・チー・チェヤの原型は、バルト艦隊向けに建造された、装甲艦ナバリンであった。トリー・スブヤ・チー・チェヤでは、当時の最新鋭艦ナバリンで、欠点として指摘されていた、高揚性の悪さにおいて、著しい改善を収めることに成功した。 具体的な改善点は、まず第一に、ナバリンにおいて見られるような無分別な缶の小型化をやめた。その結果、トリースブヤチいチェリャの排水量は12,480トンに達することになった。第二に、ナバリンでは国産倉庫に大いに悩まされたので、トリースブヤチいチェリャでは、はじめからイギリスのビッカース工場からニッケル高倉庫を輸入することになった。 第3の変更は機構後に行われた。当初、手法にはそれまで同様の35口径 305mm 砲が採用される予定であったが、これを新しい40口径 305mm 砲に変更したのである。これは射程80鎖、弾数は75発の可能砲で、これ以降ロシアの標準的な戦艦手法となった。この砲の採用は、 鳥居、トリースブヤチー・チェリアを長らく第一線に止め得る能力を与える A 弾であった。副砲には加盟式45口径 152mm 炭素砲を採用した。これは射程62鎖、射撃速度は毎分5発、弾数は1 9 8発の当時のロシアでは標準的な速射砲であった。鳥居ブヤチー・チェリアの設計概要は 1890年代前半に設計、収益したロシアの装甲艦の典型的な特徴を表していると言えた。すなわち、12インチ連装砲塔を艦首と艦尾に、それぞれ1機ずつ備え、それらの間に中間砲を装備するケースメイトを有していた。原則装甲は、全喫水線に及ぶ装甲を採用せず、艦の中央部約3分の2の長さに、 走行体を貼るに止めた。その上部には、それよりやや薄くて短い走行体を貼り付けていた。原則走行体の両端は横章によって閉じられていた。そして、その終わりは垂直方向への防御を担う傾斜甲板につながっていた。船体構造は、船体前後端に走行原則を持たないブレストワークモニターに禁じしていた。複合走行を用いた。 厚さ4 5 7ト、mm、ルの減速装甲は、ロシア海軍史上最大の厚みを持つ、防御装備であった。トリースブヤチーチェリアは砲装備が強力であるのに比して、還元が低く、ナバリンよりは改善されたものの、前の国海艦隊向け装甲艦ドベナッツァチやポーストロフや、チェスマニは公用性において劣っていた。動力機関もまた、イギリスから購入されたが、 これは、素晴らしい性能を示した。海上公民において、鳥居渋谷チーチェリアは、計画値の 16KN を上回る 17.7KN の速力を示した。また、超過重量が900トン近くに及んだにもかかわらず、喫水船の沈み込みの超過は0.44メートルに抑えられた。結果、鳥居渋谷チーチェリアは、艦隊への引き渡し時点で、 ロシア海軍のみならず、全世界で最も強力な装甲艦に数えることのできる艦となった。概して優れた性能を示したことから、次の国会、艦隊向け装甲艦ポチョムキンタブリーチェスキー港の原型に採用されることになった。アレクセイ大公出席のもとでの起航式の後、1891年9月4日、ニコラー F 海軍交渉にてトリー・スブヤチーチェリヤの 建造作業が開始された。同年11月15日付で国会艦隊に総交艦として登録された。海軍の艦船類別法が変更された関係で1892年2月1日付で総交艦から艦隊総交艦へ類別を変更された。1893年10月31日には浸水1897年8月に竣工した。 鳥居渋谷チーチェリアは無線装置を装備した最初の軍艦となった。1899年8月25日、セバストーポリにて世界で初めての軍艦同士による無線通信が行われたが、この時送受信装置が艦隊総高艦、ゲオルギー・トベドのセツと鳥居渋谷チーチェリアに設置され、送信機が水雷巡洋艦カピターン・サーケンに設置され、 それらの間で無線通信が行われたのである。1901年には a リーシヌイによって新しく提案されたプロテクトルが試験された。これは木屑からできたプレートでアメリカ合衆国で開発されたプレスされた紙から作られる裏ライト状の製品と採用が争われた。これらの材質は建造中の新しい防護巡洋艦に 多いものとして使用される予定であったが、プロテクトルの試験が長引いた結果、巡洋艦の建造日程にも遅延をきたした。結局、建造中の防護巡洋艦をチャーコフには、アメリカ製の紙製品が採用され、士官室や上院居住区の多いとして使用された。1904年初頭に、日露戦争が勃発し、その後バルト海から第二太平洋艦隊が派遣される。 ことになると、国会艦隊からも極東に向けて、艦船を派遣する計画が持ち上がった。最初に、この計画が発案されたのは1904年5月で、第二太平洋艦隊を強化するために、国会から何隻かの艦船を派遣されたいという、考えが、第二太平洋艦隊司令官、ZP ロジェストベンスキー海軍中将の頭に、浮かんだ。この考えが、 具体的段階に進められたのは7月のことで、その時には、すでに第二太平洋艦隊は、編成を終えていた。当初の案は、全く控えめなものであった。つまり、国会艦隊から、新型の総甲艦ポチョムキンタブリーチェスキーコートトリー、スブヤチーチェリア、キライウソウ艦、ドゥナアイ、それに何隻かの水雷艇を派遣するというものである。この案は、まず第一に、 バルト艦隊の新型艦船、とりわけ主力となるべき、ボロジュの旧艦隊総甲艦の上員の習熟度が、心もとなかったことから立案された。しかし、国会から地中海へ抜ける、唯一の回路である、ボスポラス海峡は、オスマン帝国と、その後ろに控えるイギリスによって握られていた。イギリスは、ロシアを、 地中海における潜在的な競争者とみなしていたばかりでなく、日本との間に日英同盟を締結していた。ロジェストベンスキーは、あまりにも早く、オスマン帝国との交渉が開始されると、早期にことが明るみに出て、イギリス側からの抗議を買うことになると予想していた。実際、6月11日には、抗議が、ロシア外務省へ寄せられた。 やがて、国会艦隊司令官 GP 中不二因、海軍中将の含名から、そのような小規模な文献体すら、国会艦隊からは望めないということが、明らかになった。つまり、ポチョムキンは未だ建造中であったし、ポチョムキンが代替する予定になっていた、装甲艦ロスチスラフは、石炭ボイラーの石油弾防装置の交換が必要な、状態であった。 トリースブヤチーチェリアや他の艦が出撃準備を完全に整えるのには8月1日までかかると計算された。ロジェストベンスキーは国会艦隊分献隊の必要性を強く感じており政府に外交処理を急ぐよう要請した。彼は戦争の勝利のためにはゼンバルト艦隊艦船と国会艦隊の一部の参加が絶対的に必要であると考えていた。 しかしながら、9月に文献隊派遣は諦められた。なぜなら、イギリスとの交渉が不十分で、国海艦隊主力が不在となった場合、国会が、イギリス海軍の脅威にさらされる懸念が拭えなかった、ためである。結局、ポチョムキンは、後期が遅れて、完成にほど遠く、鳥井滑谷チーチェヤや他の艦船も派遣されることなく、日本海海戦で、ロシア艦隊は、 ロジェストベンスキーの予言通りに壊滅した。極東で戦争が行われていた頃、国会地方では革命を目論む動きが活発化していた。国会艦隊にも革命分子が潜り込み、組織的な反政府放棄の計画が着実に進められていた。その計画はうまくいくかに思われた。ところが、1905年6月7日に、 セバストーポリ要塞砲台の兵士らが突発的に創造沙汰を起こした。司令部は装甲艦隊に要塞砲撃の準備命令を下した。水兵らは憤りを持ってこの命令に接した。装甲艦エカチェリーナ2世と鳥居スブヤチーチェリアの上院は砲撃は行わないということを早々に宣言した。要塞の秩序はやがて回復された。しかし、 水平らの月光はますます高まり、放棄の恐れを帯びてきた。司令部は、危険思想を持つ水平らを、艦船から降ろし、革命思想から隔離するため、艦隊を海上へ移動させることを決定した。例えば、この時期ポチョムキンからだけで300名近くの水平が、陸へ上げられている。そのポチョムキンは1905年6月にはようやく、 完成に向かっていたが、6月14日、オデッサにて収益に備えた試験を行っていた際、またも突発的な水平による反乱が発生した。その知らせに接した政府は、オデッサ軍管区司令部に対し、いかなる手を使ってもこれを鎮圧すべしとする命令を発した。同時に、国会艦隊も、独自の対策を講じることとなった。 6月15日、艦隊副司令官 FF ビシュネベーツキー、海軍少将は艦長らを召集し、ポチョムキンに対する出撃準備を命じた。これに対し、艦長らは、乗員が信用ならないこと、せいぜい巡視官あたりまでしか期待できない状況である、ことを訴えた。ただ、トリースブヤチーチェヤのアイエベニーツキー艦長と、 ドベナッツたチやポーストロフの MN コランツ、艦長だけが、自分の上院を受けあった。加えて、コランツはポチョムキンをその昇格でもって撃沈するか、さもなくば近寄って自爆することによって、これを撃沈すると申し出た。こうして、トリースブヤチーチェリャは、政府艦隊の中核艦として、反乱艦鎮圧のため出動することとなった。 ポチョムキンタブリーチェスキー公の反乱は全く組織、だっておらず、実質的には、単なるデモンストレーションでしかないようなものであったが、思いがけず、国体を揺るがすこととなった。皇帝ニコライ2世は、ポチョムキンの反乱が危険なものであると有料し、この艦が赤旗を掲げたまま国会で航行を続ける、ことを許容すべきでないと考えていた。そのため、国会艦隊司令官、 主婦ーン海軍中将に対し、速やかに反乱を鎮圧し、万が一には、反乱艦をその乗員もろとも撃沈すべしとする、直令を発した。サンクトペテルブルクにいた主婦ーンは、現地の AK-1 クリーゲル海軍中将をなしろに、指名し、事態に対処するよう命じた。6月16日午前1時。 セバストーポリーからオデッサへ向けて、政府艦隊の第一陣が出航した。連合艦隊には、ビシュネベーツキー少将の乗るリースブヤチーチェヤを機関に、艦隊総交艦、ゲオルギーポベドノーセツ、ドベナッツァチアポーストロフ、水雷巡洋艦、カザールスキ、第255号、第258号、第272号、第273号水雷艇が名を連ねていた。 これらは、エリスグリの中義なる官邸のはずであったが、それでも、各官邸には危険分子とみなされる上院がおり、彼らは陸へ下ろされていた。そのため、どの官でも、欠員のために大なり小なり、運用に支障が生じていた。同日、セバストーポリ市、ニコラーエフ市、エレバン県ンには、戦時体制が宣言された。セバストーポリーでは、クリーゲル中将が、 ポチョムキン鎮圧のための第二の艦隊を編成していた。19時近くに、セバストーポリーから、艦隊総甲艦ロスチスラフを機関とする、シノープ、水雷艇駆逐艦、ストローギー及び、スビレープイからなる艦隊がオデッサに向けて出航した。一方、社会主義にひどく熱中していた、艦隊総甲艦チェスマとエカチェリーナ2世は、セバストーポリーに留め置かれた。 6月16日17時20分、ビシュネベーツキーの連合艦隊はテエンドル湾に到着した。ビシュネベーツキーは、砲火を交えることなしに兵浪攻めで、ポチョムキンの反乱兵らを降伏させることを第一の目標と定めた。一方で、万が一の場合に備え、従えたる水雷艇に、魚雷船の準備を整えさせた。出撃にあたり、一般の士官、 水平らにはポチョムキンの反乱についての情報は与えられていなかった。ましてや彼らがその鎮圧のために出撃するのだということは何も知らされていなかった。しかし情報は漏れ出ており一部の艦ではもっぱらその話題で持ちきりになっていた。19時過ぎ、テーンドル湾でその作戦内容が各指揮官、船員らに知らされると 各艦に大きな動揺が走った。これがこうじて革命気分の高まった何隻もの艦がポチョムキンへの攻撃機会を前にそれを実行しないという事態が引き起こされることになる。オデッサ市当局は15時から今や遅しと政府艦隊の到着を待っていたがその間にはポチョムキンが的外れな市街地砲撃を実行していた。ポチョムキンの砲弾は狙った。 当局関係施設に命中せず、一般市民の上に降り注いだのである。一方、テーンドルワンのビシュネベーツキー少将は、作戦の進行を急がなかった。ビシュネベーツキーが作戦を次の段階に移したのは、ようやく19時55分になってからであった。なおこの時に至っても、彼は、危険を伴うポチョムキンへの乗員派遣を避けた。 すなわち、第255号水雷艇と、第258号水雷艇をオデッサへ向けて、派遣したが、これは単に、ポチョムキンの居場所を探る、偵察のためだったのである。21時近くになって、ビシュネベーツキーは、港湾当局に対し政府艦隊の到着を伝え、反乱艦の位置を教えられたしと打電した。 市側はビシュネベーツキーへ可能な限り早期にオデッサへ入港することを要求し、同時に主婦人に対してはビシュネベーツキーを急がせるよう請願する電報を打った。翌17日4時10分、ビシュネベーツキー艦隊は怒りを上げてオデッサへ向けて出港した。しかし、4時45分には停止し、オデッサから戻った第255号水雷艇を呼び、 第258号水雷艇と合流した。4時50分、両水雷艇は、機関リースブヤチーチェリアへ接近し、偵察任務の報告を行った。5時25分、ビシュネベーツキーは航海の継続を命じた。オデッサ灯台を回った艦隊は、8KN の低速で港へ接近した。ビシュネベーツキーは、ポチョムキンとの接見に際して発生しかねない反乱を、 警戒していた。ポチョムキンからビシュネベーツキーの艦隊が死認されたのは午前8時10分のことであった。ビシュネベーツキー艦隊はわずか 6KN で接近中であった。ポチョムキンは怒りを上げ、機関に火を灯した。第一艦隊の接近以前にポチョムキンでは第二艦隊の無線通信を傍受しており、政府艦隊の接近を察知していた。ビシュネベーツキーは 反乱感へ向けて、集文を中止する、よう無線通信で呼びかけた。ポチョムキンからは、よく見えないため繰り返されたしとする返答があった。ビシュネベーツキーは、無線電信を繰り返した。返答はなかった。反乱感は速力を増し、艦隊に迫ってきた。そして、全線員からなる、協議会を本館へ送る、よう混乱するとする打電が取り、 スブヤチチェヤに対してなされた。どうやら、反乱者たちは、機関から代表を送るよう要請しつつ、その水兵たちと直接にコンタクトを取って、放棄へ取り込もうと気としているようであった。接近するポチョムキンを眺めやりながら、ビシュネベーツキーは、戦闘警報を鳴らすよう命じた。そして、ポチョムキンから距離を取りながら、彼は発展左へ回って 12KN まで速度を。 上げるよう指示した8時45分、鳥居ブヤチーチェリアは、公会場へ出た。8時58分、ポチョムキンは艦隊を追跡するのをやめ、停泊地へ戻った。ビシュネベーツキーは、時間の水兵が放棄へ迎合することを強く、危惧していた。連合艦隊の士官たちは、自分たちの部下をほとんど信用していなかった。主婦人によれば、 この時トリー・スブヤチーチェリアの士官室では、いざ反乱が起こった際にどう振る舞うべきか、武器を用いるべきか降参するべきか、大声で、討議されていた。まして、敵に譲るべきだとする意見が強く、自分自身の手足を縛らせてもよい。なぜなら、抵抗したところで無駄だからだ、どうせ殺される、という傾向さえ見られたという。ビシュネベーツキーの敗走は、 ポチョムキンの反乱兵たちに自分らの軍事的政治的力の強さを再確認させ、その指揮を大いに高めることになった。ポチョムキンから離れたビシュネベーツキー艦隊はテーンドル湾へ戻っていた。そこで彼の艦隊はクリーゲル中将の艦隊と合流する予定であった。9時45分、鳥居、スブヤチーチェヤからクリーゲル艦隊が死任された。 ビシュネベーツキーの失敗をまだ知らないクリーゲルは、10時10分、なぜ艦隊がオデッサに行かずに止まっているのか、驚きとともに鳥居、スブヤチーチェリヤへ通った。ビシュネベーツキーは、答えることができなかった。クリーゲルは、返答を待たず、5分後には鳥居、スブヤチーチェリヤに対し、街を傷つけるのを避けるためポチョムキンに対する砲撃は、行わないよう指示する電信を打った。 ビシュネベーツキーは、もちろんポチョムキンを撃たなかった。町のことを、心配したからではない、砲撃命令への返答に水兵が放棄するのを、恐れたためである。10時30分、両艦隊は合流した。ロスチスラフがその機関を務め、トリー・スブヤ・チーチェリアは、その副機関となった。クリーゲルは、会合を開いたが、そこで、何が話し合われたのかは明らかでない。 ただ、彼がビシュネベーツキーの作戦の天末を知ったことは、確かである。それが彼を不安にさせた。しかし、ペテルブルクからは反乱鎮圧の命令が下っていた。連合艦隊は11時5分、オデッサに向けて出港した。その後、ビシュネベーツキーは、和平協定のために代表団を派遣されたいとの旨ポチョムキンへ打診した。会談場所には鳥居。 スブヤチーチェリアが指定され、出迎えに、第267号水雷艇が出向くとしていた。連合艦隊は、オデッサへ向かうのにほぼ半日を費やした。12時5分、ポチョムキンは怒りを上げて艦隊に向かって 10KN の速度で移動を開始した。第一重隊は、ロスチスラフ、トリー、スブヤチーチェリアゲオルギー・ポベドのお説。 シノープ、ドベナッツアチアポーストローフからなっており、第2重隊は、カザールスキー、ストローギー、スビレープイ、第272.273255.258号水雷艇から、なっていた。ビシュネベーツキー少将は、カザールスキーに対し雷撃準備を命じた。艦隊は長々と線を描き、水路を封鎖してポチョムキンが航海へ抜ける道を、遮断した。 艦隊の持てる武装は、敵の武装を圧倒的に量がしていた。ポチョムキンは4門の 305mm 砲と6門の 152mm 砲を有していたが、艦隊は合わせて20門の 305mm 砲と、4門の 254mm 砲34門の 152mm 砲と4門の 120mm 砲多数のその他に昇降形砲と、 魚雷発射艦を備えていた。接近するポチョムキンは、上院は艦隊司令官の訪問を要請すると打電した。ポチョムキン、闘病せよ。クリーゲルは答えた。その時、ポチョムキンから、シノープ、ドベナッツァチアポーストロフ、トリー、スブヤチーチェリアに対して、信号砲によるメッセージが送られた。闘病せよ。ポチョムキンはマストに次なる信号を上げた。 艦隊は闘病をせよ。クリーゲルは再度停止命令を出した。これに対し、ポチョムキンは、機関停止と闘病を要求する信号を発した。そして、砲を艦隊機関に向けながら、艦隊への接近を続けた。クリーゲルは、戦闘警報を鳴らすよう命じた。この時、ゲオルギー・ポベドの説では水兵たちがポチョムキンへの攻撃拒否を叫んだ。ポチョムキンは、 ロスチスラフとトリー、スブヤチーチェリアに対し、機関停止を要求した。返答に、ロスチスラフは3度目の信号を送った。ポチョムキン、闘病せよ。ポチョムキンは、ロスチスラフ及びトリー、スブヤチーチェリアは、機関停止せよ。さもなくば砲撃すると返した。帰還は、ポチョムキンの命に従った。すると、ポチョムキンでは、 新しい信号が上がった。上院は、艦隊司令官の訪問を要請する。クリーゲルが春巡する間に、ポチョムキンは12時45分、ロスチスラフとトリースブヤチーチェリアの間に入った。ポチョムキンはロスチスラフへ砲を向けたまま両艦の間を進んでいった。ロスチスラフの感情は、次に、ポチョムキンが何をするのか、恐怖に凍りついた。すると、 ポチョムキンは12インチの手法を、士官の集まったロスチスラフの環境に向けた。沈まり返っていた環境は、自分たちに照準が合わされているのに気づくと、恐怖と驚きからちょっとしたパニックが発生した。ポチョムキンを火事を担うボリシェビークの狙いは、挑発によって提徳に、ポチョムキンへの攻撃を明示させることであった。その命令が契機となって、 奇葛で放棄が発生することを当て込んでいたのである。狙い通り、提督たちは、ポチョムキンの軌道に心速驚かされていた。ビシュネベーツキーは、信号砲を用いて、クリーゲルに注意を促した。ポチョムキンは、ホワイトヘッド式戦闘水雷を装備しているぞ。ロスチスラフは、ポチョムキンに対して、停戦信号を出した。すると、ポチョムキンは、シノープ、 トリー・スブヤ・チーチャリア、ドベナッツ・ァチア・ポーストロフに対し、停戦信号を返した。クリーゲルは、ポチョムキン・タブリー・チェスキー公から難名、和平交渉のため帝徳に向けて派遣されるか、知らされたしと申し出た。上院は、艦隊司令官を、お招きする。ポチョムキンは答えた。12時55分、反乱艦は再び、今度は、 シノープとゲオルギーポベドのお説の間を横切った。ポチョムキンは、領館に対して、ポチョムキンは、報酬水平に砲撃しないよう要請すると、信号砲を用いて伝えた。すると、シノープとゲオルギーの上部甲板には、上院が出てきて、口々に、万歳、の歓声を上げた。そして、ゲオルギー艦上では、放棄が始まった。一方、シノープでは、 革命派のほとんどが陸に残されてきたため賛同者があまりに少なかった。そしてポチョムキンへの合流に賛成する派閥と反対派閥とが生じ、後者が勝った。ポチョムキンではほとんどすべての上院が甲板に出て万歳を叫び、シノープ、ゲオルギー、ドベナッツァチやポーストロフの勧告に応えた。ポチョムキンを艦隊しなかったのはただ提督官。 ロスチスラフトトリースブヤチーチェヤだけであった。ポチョムキンは艦隊司令官をお招きするという信号を送り続けた。ゲオルギーは隊列を離れ、ゆっくりとポチョムキンの方へ向かっていった。そして、数分後には完全に機関を停止した。ゲオルギー、なぜ戦闘配置を離れたクリーゲルが尋ねた。ゲオルギー上院は士官を岸へ運び、ポチョムキンへ合流する。 ゲオルギー艦長が返答した。全力で艦隊に続け、提督は命じた。不可能なり、不可能なり、ゲオルギーから信号が返された。こうなれば、もう、クリーゲルは、ドベナッツァチアポーストロフに、ポチョムキンへの攻撃を命じるより、他なかった。ドベナッツァチアポーストロフは、反乱艦へ艦首を向け、昇格攻撃の大勢に入った。ところが、そうしてから提督へ、 ドベナッツァチやポーストロフは停止するという信号が舞い込んだ。ドベナッツァチやポーストロフの水兵は彼らが攻撃軌道に入ることを知ると機関室へ全速更新を命じたのである。ドベナッツァチやポーストロフはポチョムキンの減速まであと3、4メートルのところで停止し交代し始めた。艦長は自爆のために火薬庫の爆破スイッチを押そうとしたが、 反乱道庁舎が配線を切ってしまった。別の水兵は、砲と魚雷発射艦を使用不能な状態にしてしまった。ポチョムキンは、ドベナッツァチやポーストロフの完備にぴったり沿って周回すると、オデッサへ向かって進み始めた。そして、士官は艦を残し、上陸せよという信号を送った。クリーゲルは、ポチョムキンとのこれ以上の接触は、 各艦での放棄を誘発しかねないということを理解した。そして、艦隊に、航海への出航を命じた。クリーゲルは、最後の信号を送った。ポチョムキン、全権委員を待って、ゲオルギー、セバストーポリへ戻れ。両艦は答えなかった。艦隊は、湾から抜け出たが、ポチョムキンはその後を追ってきた。そのため、クリーゲルは艦隊に、 全速前,前進を命じなければならなかった。15時30分、オデッサから12回りの会場で、クリーゲルは艦隊を止めて指揮官会議を開いた。艦長たちは、船員たちが完全に信用ならない状態であると訴えた。一旦、セバストーポリへ引き返し、新たにエリスグリの船員からなる強力な、水雷低分検隊を編成し、 ポチョムキンを攻撃すべしとする議決がなされた。セバストーポリエサルにあたり、19時15分、クリーゲルは反乱者らに降伏を促すためオデッサへ、第272号水雷艇を派遣した。水雷艇にはトリー、鳥居ブヤチーチャリアシノープ、ロスチスラフから、上級士官らが乗り込んだ。彼らは、オデッサへ赴いて、信号を送ったが、反乱館からは、 絶対に降伏しないという胸の返答があった。それでも、主官らは会談の申し出を行った。クリーゲルが海軍省へ送った電報には、この点で誤りがある。彼によれば主官らは降伏勧告をせずにまず会談の申し出を行い、拒絶されたとのことであった。しかし、実際には順序が逆であり、さらには彼らは会談自体には同意したのである。ただ、 その条件が問題であった。ポチョムキンの反乱者たちは、派遣された、水雷帝駆逐艦艦,艦上で、水雷帝駆逐艦全船員の立ち会いの下で、会談を行うよう要請し、その上、その船員たちが後で、他の艦船に、放棄側の目的と要求を伝えることを許可するということを求めていた。士官らは、この条件を脅威に感じた。クリーゲルは、 恐怖ゆえに会談に応じなかったことを伏せて、海軍省へ報告し、艦隊は話し合いによる、解決の最後の望みを失ったままセバストーポリへ寄港した。6月18日午前10時、ロスチスラフが手法を発射してその弾薬を抜き取った。その15分後には、鳥居、スブヤチーチェリアも手法を発射した。こうして、 ポチョムキンのために使われるはずであった弾丸は海中に消えた。他の艦の手法は黙ったままであった。なぜなら、それらの艦ではすでにポチョムキンとの接見の際に武装解除してしまっていたからである。こうして、反乱に対する政府の派兵は不名誉な結末を迎えた。ポチョムキンの元に止まった総交艦ゲオルギー・ポベドノ説では上院が ポチョムキンの上院と話し合った結果、時間の士官たちを逮捕し、放棄に合流した。しかし、すぐに、ゲオルギー・ポベドノー説の水兵たちの間には、仲間割れが生じた。反乱へ安易に同調したことを後悔した者たちが、官庁や士官らを官へ復帰することを許し、反乱の首謀者68名を引き渡した。ゲオルギーは、ポチョムキンの元を離れ、 政府側に引き渡されることとなった。ポチョムキンの放棄には、次第に、敗北の影が忍び寄ってきていた。オデッサでの食料や、水、燃料といった必要物資の補給に失敗した、ポチョムキンは、国会を渡って、ルーマニアを目指すことにした。6月19日、ポチョムキンは、第267号水雷艇を伴って、コンスタンツァへ到着した。 しかし、そこでも必要物資を得るはできず、彼らは、フェオドーシアを目指した。これを知った、ニコライ2世は、チュフニーへ、港へのポチョムキンによるねだり集まりをやめさせよという、電報を打った。6月22日朝6時、ポチョムキンはフェオドーシアへ到着した。そこでは、政府軍と憲兵団が待ち構えていた。一方のクリーゲル中将は、 その日の午前8時に、ドベナッツァチアポーストロフ、ロスチスラフ、トリースブヤチーチェリア、それに6隻の水雷艇からなる艦隊を率いて、オデッサに到着した。そして、反乱の鎮圧された、装甲艦、ゲオルギー・ポベドノーセツを接収し、15時には、セバストーポリへ向けて帰路に着いた。オデッサには、ポチョムキンの気候に備えて、第272号水雷艇と、 第273号水雷艇を残した。艦隊がセバストーポリへ向かっていた頃、主婦人は FK アベラーン海軍大臣からの電報を受け取った。ポチョムキンは石炭と水を拒否した場合に砲撃すると脅して、フェオ同士や市役所へ要求している。そのような行動を許さぬよう、最も思い切った措置が必要である。必要とあらば、ポチョムキンを撃沈せよ。 アベラーン艦隊には、セバストーポリ・北湾に戻る暇はなかった。主婦人員中将は、クリーゲルに対し、艦隊をフェオドーシアへ差し向けて、ポチョ向きに明け渡しを説得し、反抗的であった場合には、雷撃ないし砲撃によって撃沈せよという命を与えた。国会艦隊水兵の気分を考慮に入れ、主婦人員は、特に次のように付け加えた。自命のことながら、 フェオドーシアに向かいながら、艦隊は完全な戦闘態勢を取らなければならない。事態の変化あるいは失敗に際しては、状況を見て、機関の裁量に任せる。おそらく、艦隊司令官自身が遠征の成功をあまり信じていなかった。艦隊の出航前、彼は上院に対し、愛国的な言葉を述べ、自らの責務を果たすよう訴えかけた。は、 沈黙をもって答えた。しかしながら、水平らの明らかなポチョムキン水平への同情にも、かかわらず、チュフニーンは、クリーゲルにフェオ同シや行きの命令を下した。6月23日14時、セバストポリから、装甲官ロスチスラフ、ゲオルギー・ポベドノーセツ、ドベナッツァチアポストロフ、トリー・スブヤチー・チェリア、巡洋艦・パームヤチ・メルクーリア、水雷巡洋艦、カザールスキ、ー 水雷艇駆逐艦、ザビードヌイ、スビレープイ、スメトリープイ、ストローギー、第275水雷艇が出港した。しかし、彼らは、フェオドーシアで、反乱艦に出会うことはなかった。またも必要物資の獲得に失敗したポチョムキンは、再び、コンスタンツァへ去っていたのである。6月24日、コンスタンツァに到着したポチョムキンは乗員によって、 ルーマニア政府に引き渡された。第267号水雷艇の上院は、ルーマニア政府への艇の引き渡しを望まず、セバストーポリへ引き返した。ロシア政府と、ルーマニア政府の間で、ポチョムキン返還の談合が成立すると、総交艦チェスマ、シノープ、第2 6 1 2 6に2 6 4 2 6 5号水雷艇から、なる艦隊がコンスタンツァへ派遣された。 6月26日にはコインスタンツへ到着し、翌27日、ルーマニアはロシアにポチョムキンタブリーチェスキー港を返還した。7月1日、艦隊はセバストーポリに帰着した。その後、チュフニーヌは熱意に欠けるとして、すべての指揮官を罷免した。また、信用できない水兵らを隔離するために長期間の演習公開を実施させた。この遠征には、 海軍大臣、AA ビリ両リフ海軍中将も参加した。艦隊総甲艦ロスチスラフに、司令艦機が掲げられ、トリー・スブヤ・チー・チェリア、ドベナッツァ・チア・ポーストロフ、エカチェリーナ2世、シノープ、チェスマ、司令部船、エリクリク、キライ・フセツ艦、ドゥナアイ、水雷巡洋艦、カピターン・サーケン並びに6隻の水雷低駆逐艦が、続いた。 演習は9日間アナトリア半島沖で続けられ、10月19日に艦隊は港へ戻った。ポチョムキンの反乱の時期、国会艦隊ではいくつものより小規模な反乱や、相乗事件が発生したが、それらはいずれも鎮圧された。ところが、その影響は、ロシア帝国各地に現れ始めた。バルト艦隊でもいくつかの艦船で創造が発生し、各都市でも、 正常不安が生じた。いくつもの主要都市で兵士による放棄が発生した。10月下旬にはクロンシュタットにて第2の反乱が発生し、その後国会艦隊にてかねてより計画されていた全面的な放棄が決行されることとなった。艦隊に充満する不穏な空気に対し、主ーヌは艦隊の任務に対する 誠実性を揺るがすものとして断固たる態度で臨んだ。すなわち、放棄の首謀者には死を賜る考えであった。10月21日には、政府より大社の布告が出されたが、ちょうどこの日の夕刻、主婦人は、放棄計画の首謀者と目される、PP シュミット海軍中尉を逮捕させた。シュミットは鳥居すぶやちいちや感情へ送致されたが、人々に対して、 注意を促す文書を発表した。すなわち、死につつあるツァーリの官僚主義からの自由についての直所を待つべきではない、と。そして、時代遅れの体制の最後の日々に決別し、人民が自分たちの秩序と自由を建設する、よう自由なる人民に決起を促した。11月11日。 セバストーポリで革命の赤旗が掲げられ、水兵らが砲儀を起こした。シュミット中尉に先導された砲儀は建造中の巡洋艦オチャーコフで発生し、逮捕されていたかつてのポチョムキンの船員らもこれに加わって、反乱は激化した。トリースブヤチーチェリャの水兵は、パンテレーモン、ロスチスラフ、ドベナッツァチアポーストロフ、エカチェリーナ2世、シノープ、ドゥナアイ、 カピターンサーケン、パーミアチメルクーリア、スビレープイなど、多艦の水兵と共に、シュミットの放棄に同調した。そのうち、ロスチスラフ、ドベナッツァチアポーストロフ、トリースブヤチーチェリアの水兵が、政府側に寝返り、この、信頼された、ウゾウムゾウが放棄を妨げることとなった。政府総甲艦隊は放棄の中心であった、巡洋艦オチャーコフを包囲し、これを炎上させた。 こうして、この大規模な反乱は政府軍によって鎮圧されたが、その後もロシア帝国各地で反乱が続いた。12月8日には、ノボロシースクでゼネストが開始されたが、それは12月12日のノボロシースク共和国の樹立宣言に発展した。12月16日には政府軍が派兵されたが、鎮圧に失敗した。12月25日には、 討伐軍が派遣され、湾には国会艦隊より派遣された鳥居、スブヤチーチェリアが怒りを下ろした。ノボロシースク共和国ソビエトは占拠していた。総督府を放棄して町から撤退、反乱は鎮圧された。1906年6月28日には、主婦人提督がポチョムキンの報復として暗殺された。1907年5月には国会艦隊にて、 走行簡単テレーモン、ロスチスラフ、シノープ、トリー、スブヤチーチェリアにて放棄の準備が進められているのが発覚した。首謀者らは逮捕され、時計に処せられた。それでも、同年9月には、セバストーポリで新たな放棄が試みられた。1910年代のトリー、スブヤチーチェリア改装後の撮影で、上部構造物を削って設置された。 新しい 152mm 砲が見える。海軍の艦船類別砲が変更された関係で、1907年9月27日付で、鳥居渋谷チーチェリアは、戦列艦に類別を変更された。1911年から1912年にかけて、セバストーポリ港にてオーバーホールと、近代化改修工事を受けた。この際、 上部構造は大きく削られ、砲門の並ぶ搬送軍艦の原則か上壁に似た、外見を呈していた原則は雛な型に改められ、重心が下げられた。これに合わせて6門の 152mm 砲と4、門の 120mm 砲、10門の 47mm 砲が撤去され、新しいホグルワが設置された。そこには両舷合わせて10門の152、 ミリメートル砲が設置され、加えて、上甲板には棒立て付きの旋回式152ミ、mm、リメートル砲4門が設置された。手法上には、75ミリメートル対水雷艇砲、または、広角砲のための設置箇所が設けられた。一方、魚雷発射管は全て撤去された。こうした改装により、艦の外見は全く、別物と言って良いほどに変化した。 反政府活動については、その後も継続した。1912年6月から7月にかけて、戦列カミオアンズ・ラトウスト、エフスターフィー、パンテレーモン、シノープ、トリー・スブヤ・チー・チェリア、巡洋艦、カグール、パーミアチ・メルクーリアから500名近い逮捕者が出た。1913年には、ロマノフ家300周年を祝う式典が催され、8月9日には、 国会艦隊が皇帝ニコライ2世の訪問を受けた。この日、大セバストーポリ湾に集結した国会艦隊艦船の中から、巡洋艦、カグールと、戦列艦パンテレーモンは皇帝を艦隊する礼法を放つ役割を与えられた。8月13日には、戦列艦 F スターフィー、イオアンズラトウースト、トリー、スブヤチーチェリアが、 皇帝の訪問を受けた。翌日、ニコライ二世は、皇室ヨットシュタンダールトに乗って、湾を去った。同年8月21日、艦隊司令官機を掲げた、ジュニオー艦、カグールを先頭に、戦列艦パンテレーモン、エフスターフィー、トリー・スブヤ・チー・チェリアは、テーンドルアンへ向かった。そこで、カグールが標的を栄光し、他の戦列艦が、砲撃訓練を実施した。 皇帝を迎える国会艦隊。右から、イオアンズラトウスト、パンテレーモン、写真一番奥がトリー・スブヤチー・チェリア。1914年7月2日、シュタンダールトからの撮影。1914年7月2日には、ニコライ・二世は再度国会艦隊を視察した。トリー・スブヤチー・チェリアは、他艦と共に皇帝を迎えた。 国会での海戦の機運が高まると、国会艦隊では、オスマン帝国の保有する、土球戦艦との来るべき戦闘への備えが真剣に、検討されるようになった。1910年代前半の時点で、国会艦隊は一隻の土球艦がも保有しておらず、渡るが上にも、全土球艦である手持ちの旧艦隊総交艦で、戦わざるを得ないことが、司令部りを苦慮させた。 検討の結果、国会艦隊司令官の AA レベルがあると、海軍中将は一つの目標に対し全艦が集中砲火を浴びせる集団戦法を考案し、これによって、都艦では立ち打ちできなくても総合力で敵を圧倒することが可能であると説いた。来たるべき決戦の日に備え、国会艦隊では艦隊主力による 集団戦法の修熟訓練に日々が費やされることとなった。トリースブヤチーチェリャは、主力艦隊の中では最も古い艦であったが、砲力の点では新しい F スターフィー級と同じ、40口径 305mm 砲を備えており、艦隊主力となることが期待された。実際、一級の武装を持った旧式艦であるトリースブヤチーチェリャは、 実戦では使い勝手の良い艦として多くの危険な作戦に投入されることになった。第一次世界大戦の期間を通じてトリースブヤチーチェリャは他艦と合同でアナトリア半島沿岸で作戦行動をとった。1914年7月までに国会艦隊のすべての主戦力はセバストーポリに集結した。同年10月の時点で 国会艦隊は5隻からなる、戦列艦連合艦隊を保有し、そのうち、第二戦列艦戦隊の構成は、戦隊機関、トリー・スブヤチーチェヤとロスチスラフであった。ただし、ロスチスラフは 254mm 砲を搭載するため他の戦列艦と砲撃の才能、統一運用が不可能であり、艦隊戦では、戦力としてあまり期待できなかった。結局、 第二戦列艦船隊は、補助的な戦力としてしか期待できない内容であったが、それでも国会艦隊にとっては、数少ない主力艦であり、貴重な戦力であった。海戦時、鳥イスブヤチーチェリャトロスチスラフは十時間体制で、当直勤務についていた。しかし、当直艦隊は、陸上の当直機関と何らの関係も持っておらず、連携は、不可能であった。 第一次世界大戦における国会艦隊の行動は大変活発なものであった。戦列艦連合艦隊は国会沿岸のオスマン帝国諸都市を砲撃し、ボスポラス海峡の封鎖作戦、機雷不接艦が実施した船舶航路への機雷不接作戦に従事し、沿岸部での他艦隊の行動を支援した。大戦中の国会を進む連合艦隊。 エフスターフィーからの撮影と思われ、イオアンズラトウースト、パンテレーモンと続き、その後の還元の低い船がトリ居スブヤチイチェリア。1914年10月16日、ロシア帝国の核公安がオスマン帝国艦船による奇襲攻撃にあった。セバストーポリが砲撃された際、味方艦船に損失が出ているにもかかわらず、 敵艦の砲撃を演習に参加している味方の砲撃と勘違いして、国海艦隊の主力艦は出撃せず、オスマン帝国海軍の巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムを見過ごした。その後、国海艦隊は5隻の戦列艦、2隻の巡洋艦、第1及び第2水雷小艦隊の艦隊水雷艇からなる連合艦隊を敵艦戦迎撃のため出航させた。 10月22日から10月25日にかけて、第一水雷小艦隊の艦隊水雷艇、グネーブヌイ、ベスポコイヌイ、プロンジーテリヌイ、デールスキーは、ボスポラス海峡に240個の機雷を付設した。この機雷付設作戦において、機関 F スターフィーの下、戦列カミオアンズ・ラトウースト、パンテレーモン、トリー・スブヤ・チー・チャリア、ロスチスラフ、 巡洋艦パーミアチメルクーリア、カグール、第二水雷小艦隊の艦隊水雷艇5隻から、なる、連合艦隊は、第一水雷小艦隊を援護した。その後、分破されたロスチスラフと、カグール、6隻の艦隊水雷艇は、ゾングルダクを攻撃し、2隻の蒸気船を撃沈した。セバストポリエのキロ、連合艦隊は3隻のオスマン帝国総海艇を、撃沈し、 224名の乗員を捕虜とした。1914年11月5日には、ZZH 級艦隊水雷艇の援護の下と、機雷布施艦コンスタンチン大公特製にや、大航飛がトラブゾンにて、機雷不接作戦をて実施した。連合艦隊はこれを支援して機主力を牽制するため、有力していたが、セバストーポリエのキロ、サール1、岬沖にて、 敵の主力艦、ヤウズスルタンセリム及び敬樹二王艦、ミディ・リと相見えることとなった。この時、戦闘の経験不足を補うために三隻の、戦列艦に提督が上艦していたが、そのうち VK ルキーン海軍大佐指揮する鳥居、スブヤチーチェリアには、第二戦列艦戦隊司令官である、海軍少将。 N.S. プチャーチン公尺が座上し、その召喚機が形容された。残る2隻は、国海艦隊司令官 A a エベルガールと、海軍中将の乗る F スターフィート、P.I. ノビーツキー海軍少将,将の乗るパンテレーモンで、ある。トリースブヤチーチェリャは、第2戦列艦船隊の機関としてその先頭にあり、第1戦列艦船隊の3隻の後ろに続いていた。 しかし、ノームによる視界の悪さが原因で、射撃司令官であった、戦列艦イオアンズラトウーストが誤った距離を算出したため、そのデータをもとに砲撃を実施したトリー・スブヤ・チーチエリアの手法は点で的外れな射撃を続けることとなった。戦闘を走っていた、戦列艦 F ・スターフィーは計算の誤りに気づいたが、敵の砲弾で無線アンテナが損傷したことから、 陰それを伝えられず国会艦隊の統一式による集中射撃戦法はもろくも崩壊した一方トリースブヤチーチェリアの副砲は副砲指揮所で得られた独自の射程をもとにミディリリに対する砲撃を行っているがこれも有効弾を得られなかった結局トリースブヤチーチェリアは12発の砲弾を消費したがその砲撃は 戦闘に何らの寄与もしなかったとされている。1914年11月19日から11月21日にかけて国会艦隊連合艦隊はアナトリア半島沿岸部を偵察した。11月28日から12月2日にかけても再度アナトリア半島沿岸部を偵察した。 12月7日から12月10日にかけては、キライフ節ツクセイニア、コンスタンチン、セサレービチ、ゲオルギー、アレクセイ大公は、第二水雷召喚隊と、戦列カエフスターフィー、イオアンズラトウースト、パンテレーモン、トリースブヤチーチャリア、ロスチスラフ、巡洋艦パーミアチメルクーリア、カグール、第一、第二水雷召喚隊の援護のもと、 617個の、機雷をボスポラスから70回りの海域に付設した。しかしながら、この作戦において輸送船アトスが、敵巡洋艦ミディリに襲われた際、連合艦隊はこれを見逃し、ミスミス撃沈を許してしまった。1914年12月21日から12月23日に、かけて、ケレンペ岬からトラブゾンにかけての海域で、連合艦隊は、 襲撃作戦を実施した。戦列艦 F スターフィー、イオアンズ・ラトウスト、パンテレーモン、トリー・スブヤ・チー・チェリア、ロス・チスラフ、巡洋艦パーミアチ・メルクーリア、アルマース、艦隊水雷艇10隻が作戦に参加した。そのうち、巡洋艦パーミアチ・メルクーリアと、艦隊水雷艇グネーブ・ヌイ、ベスポ・コイ・ヌイ、プロンジー・テリヌイ、デールスキーは、オスマン帝国の巡洋艦、 ハミリーへと交戦した。12月23日から12月29日にかけて、連合艦隊は艦隊水雷艇抜きで作戦を継続した。その中で艦隊はトゥアプセを気にて、ミリ・リ・ハミリーへと対決したが、両艦とも仕留めることができなかった。作戦中、50隻近い帆船を沿岸海域で撃沈した。 1915年1月1日から1月6日にかけては、ケレンペ・トラベゼ海域に移動して、襲撃作戦を継続した。1月11日から1月14日にかけては、連合艦隊は、艦隊水雷艇、ベスポコイヌイと、プロンジーテリヌイを随伴し、ケレンペ・アマストロ海域において、襲撃作戦を行った。ミディリ、ハミディへと接触したが、 両艦とも逃した。1月17日から1月22日にかけて、第1および、第2水雷小艦隊の艦隊水雷艇6隻を伴った連合艦隊は東アナトリア海域にて襲撃作戦を実施、50隻の帆船と軍事物資を積んだ蒸気船を撃沈した。1月31日から2月7日にかけて、第1および、 第二水雷小艦隊の艦隊水雷艇6隻を伴った連合艦隊は東アナトリア海域にて襲撃作戦を実施14隻の小船を撃沈した1915年2月23日 F スターフィー、イオアンズ・ラトウースト、パンテレーモンに続いてゾングルダクを目指すトリー・スブヤチ・チェリア 2月22日から2月25日にかけて、戦列艦エ F スターフィー、イオアンズ・ラトウースト、パンテレーモン、トリー・スブヤ・チー・チェリア、ロス・チスラフ、巡洋艦パーミアチ・メルクーリア、カグール、第1、第2水雷小艦隊の艦隊水雷艇6席、嫌い不説艦クセーニア、コンスタンチン、ゲオルギー、アレクセイ、紅葉総会艦2隻は、ゾングルダク、 小ずる、霧無理の陸上目標を砲撃した。エレグリ郊外停泊地では、7隻の小型蒸気船及び、小船を撃沈した。2月26日から3月1日にかけて、連合艦隊の戦列艦5隻と、巡洋艦パーミアチメルクーリア、4機の水蒸気を搭載した、水蒸気輸送艦インペラートルニコライ一世、艦隊水雷艇グネーブヌイプロンジーテリヌイ デールスキーは、ルメリア沿岸にて、襲撃作戦を実施した。3月5日から3月8日にかけて、連合艦隊の戦列艦を隻と2隻の巡洋艦、水蒸気輸送艦ニコライ一世、艦隊水雷艇ジュートキー、ジブーチー、レーテナアントプーシチン、ザビードヌイ、ザベートヌイ、グネーブヌイ、プロンジーテリヌイ、キライフセツ艦、クセーニア及び、総海艦は、ボスポラス海域にて、 襲撃作戦を実施した。その際、オスマン帝国巡洋艦ミリリと接触し、小規模な戦闘が行われた。連合国軍によるボスポラス海峡の封鎖突破計画にこうして、国会艦隊はボスポラス海峡の国会側拠点に砲撃を加えることになった。3月14日から3月18日にかけて艦隊司令官 レベルがあると中条の召喚機を掲げた、戦列下にエフスターフィーを先頭に、イオアンズラトウースト、パンテレーモン、トリースブヤチーチャリア、ロスチスラフ、巡洋艦、カグール、パーミアチメルクーリア、水蒸気を搭載した、アルマース、5機の水蒸気を搭載した、ニコライ一世、艦隊水雷艇グネーブヌイ、プロンジーテリヌイ、デールスキ、ジュートキー、ジブチー、レーテナーントプシチン、 ザビードヌイ、ザベートヌイ、ズボーンキー、ゾールキー、キライフセツクセイニア、アレクセイ、6。関の総海艦からなる連合艦隊がボスポラス方面へ遠征を行った。1915年3月15日、ボスポラス砲撃に向かうロシア艦隊。レーテナーンとプーシチンからの撮影で、左手前がロスチスラフ。 そのすぐ前方にあるのがトリー・スブヤチーチェリア。3月15日、トリー・スブヤチーチェリアとロスチスラフを中核とする砲撃グループが分破され、海峡のオスマン帝国捕虜に対する砲撃を実施した。その間、ボスポラス海峡から国海へ抜けようとしていた敵上気船に対しトリー・スブヤチーチェリアは砲撃を加えて、これを撃沈。 護衛の駆逐艦サムスンとガイレティバタニーエをロスチスラフが撃退した。10時30分、トリースブヤチーチェヤはエルマスサキ地区の砲台へ砲撃を開始した。その後にはロスチスラフが続き、同様にしてホルイへの砲撃を行った。その後、両艦はアナドルフェネリの砲台を砲撃した。砲撃は11時50分まで続けられた。 砲台の最初の1軍に対しては、305mm 砲から6発、254mm 砲から10発、152mm 砲から50発の榴弾が発射された。第2軍に対しては、305mm 砲弾が9発、254mm 砲弾が6発、消費された。エベルガールとは、艦隊のボスポラス砲撃という歴史的な日を、 祝福するという信号を発し、作戦の成功を祝った。しかし、翌日に実施された同様の作戦は、かんばしい戦果を上げることができず、レベルがあると提督は優柔不断を批判されることになった。失敗の原因は、水上偵察機の誤報と、海上に立ち込める濃い霧であった。前日と同様の砲撃グループがボスポラスに近づくにつれて、次第に、 海上のモヤは、あたり一面に広がり、やがて濃い霧へと変わって、周囲を包み込んでしまった。戦列艦が、海峡から七十鎖の海上に達した時、砲台への砲撃実施は、一重に不可能であることが、明らかになった。文献隊指揮官はこのことを無線で提督へ知らせ、引き返した。十時五十分、文献隊は、連合艦隊と合流した。 ほぼ同時刻、ニコライ一世から発信していた水蒸気が帰還し、ゲーベン発見を知らせた。艦隊司令官は臨戦態勢を命じ、総会官はセバストーポリへ引き返した。実際、11時20分前には海峡の奥で無数の煙が確認された。ニコライ一世は水蒸気を回収し、無線にて、 ゲーベン並びに、ブレスラーをはじめとする全トルコ艦隊が、停泊しているということを知らせた。艦隊は、ボスポラス付近での巡航を有告まで続け、その後公海場へ引き返した。ところが、実際には、敵主力艦に関する情報は、全くの誤報であった。なぜなら、海峡沿岸には2隻のムアベネティミリーエ、旧駆逐艦がいただけであったからである。その後、 3月20日から3月23日にかけては、連合艦隊と2隻の巡洋艦は、第1.4号水雷小艦隊の艦隊水雷艇を伴って改めて、ボスポラス海峡へ遠征し、巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリム及び軽巡洋艦ミデリリ迎撃を試みた。しかしながら、砲撃と雷撃はことごとく失敗に終わった。1915年4月18日、 戦列艦にエフスターフィー、イオアンズラトウースト、パンテレーモン、トリースブヤチーチェリア、ロスチスラフ、巡洋艦、カグール、パーミアチメルクーリア、アルマース、水蒸気輸送艦ニコライ一世、9隻の艦隊水雷艇及び4隻の、総海艦からなる、連合艦隊は、再びボスポラスに向けて出航した。翌19日午前5時15分、艦隊は待望の海峡を視認した。 今回は天候は明るく視界は良好であった。7時、エベルガールトの命によってニコライ一世は偵察用の水蒸気を海面へ下ろした。7時15分、司令官は砲撃のためトリースブヤチーチェリアとパンテレーモンを指定位置へ分派することを命じた。随伴する総会館が総会具の設置に手間取ったため、 砲撃グループの出発は8時40分にずれ込んだ。帰還した航空機は潜水艦1隻の存在を知らせた。9時47分、距離58鎖から潜列艦はエルマス・岬の砲台に対する砲撃を開始した。両艦は 6KN の速度で進みながらアナトリア沿岸の砲台を順々に砲撃していった。その後、 キリー砲台への砲撃も実施した。10時40分、砲撃グループに向かって移動する潜水艦の潜望鏡の後らしきコナミが艦上より発見された。潜列艦が速やかに1 5 2ト、mm、ル砲を発射すると、コナミは見えなくなった。しかし、今日ではこれは潜水艦などではなく、イルカの軍であったろうと推定されている。当時、国会にはまだ、 ドイツ潜水艦は到着していなかったためである。キリ霧への砲撃を完了すると、両艦は砲撃を繰り返すため、折り返し逆方向へ進路を取った。オスマン帝国の砲台も反撃を試みたが、一発の砲弾もロシア艦に届かなかった。砲撃グループは往復砲撃を終え、11時45分に連合艦隊と合流した。 この砲撃は2時間15分にわたって続けられた。戦列艦からは166発の 305mm 砲弾と528発の 152mm 砲弾が発射された。砲台の一つからは爆発が観測され、その後に大規模な火災が発生した。翌発か、エベルガールとは砲撃のために古い戦列艦。 トリー・スブヤチー・チェリアと弱い戦列艦ロスチスラフだけを派遣した。潜水艦の出現を予見して、彼はより新しい戦列艦パンテレーモンにリスクを犯させるのを避ける決断をしたのである。ニコライ一世から飛び立った水蒸気は海峡を偵察して敵艦が発見されないことを報告した。その後天候が悪化したため、工天を待って十二時十五分。 水上機輸送艦は再び航空機を離水させた。航空機はオスマン帝国艦船が付近には一隻もいないことを確認した。14時40分、戦列艦は訪問を開いた。加えて、新たに発見された別の砲台を取りスブヤチーチェイヤは 152mm 砲で砲撃し、ロスチスラフは 主砲の 254mm 砲を浴びせた。砲撃は16時10分まで続けられ、その間に合わせて29発の 254mm 砲弾と132発の 152mm 砲弾が消費された。砲撃の正確な結果は知ることができなかった。この作戦では砲撃グループより別動隊の働きの方が大きかった。巡洋艦と 艦隊水雷艇からなる別動隊は活発な通称破壊を行って敵の輸送船を次々と撃沈しオスマン帝国の首都に石炭を届けていた運搬システムを麻痺させた。これがヤウズスルタンセリムを国会へ招き入れロシア艦隊との次なる衝突を生む栄員だったのである。連合艦隊は4月23日にセバストーポリエ寄港した。 4月24日、ロシア艦隊は、石炭地区への攻撃を実施するため、国会南西海域へ向けて出撃した。連合艦隊は、戦列艦 F スターフィー、イオアンズラトウスト、パンテレーモン、トリースブヤチーチャリア、ロスチスラフ、巡洋艦、カグール、パーミアチメルクーリア、アルマース、水上機輸送艦インペラートルアレクサンドル一世、キライフセツ艦、クセーニア、それに、 艦隊水雷艇グループからなっていた。4月26日、艦隊水雷艇とパーミアチメルクーリアは、敵拠点を砲撃し、多数の敵船を撃沈した。攻撃の方がイスタンブールへもたらされるや、ヤウズスルタンセリムが出撃した。4月27日の赤時、海峡へ向かって砲撃グループ、すなわち、戦列艦、トリー・スブヤチー・チェリアとパンテレーモン、水蒸気を積んだ。 アレクサンドル・ウィッセイとアルマーストが分派された。残る戦列艦は海峡からおよそ25回りの海上に止まった。2隻のジュニオー艦は沖合で紹介任務に就いた。したがってロシア艦隊は広い海域にバラバラに配置され、自分から進んで股間撃破されるような分散配置に就いた状態になっていた。朝方、ボスポラス海峡から 駆逐艦、ヌムネー・ハミーエトが姿を現し、味方へ、ロシア艦隊発見を知らせた。駆逐艦は、ロシアの総海艦を攻撃しようとしたが、戦列艦によって追い払われた。ヤウズ・スルタン・セリムは、ヌムネー・ハミーエトに、無線電報を返し、ロシア艦隊へ接近を始めた。ヤウズ・スルタン・セリムの接近に気づいた、巡洋艦パーミアチメルクリアは、全速力で、 連合艦隊に向かって駆け出した。ヤウズスルタンセリムはこれを追いかけた。エベルガールとアトリー、スブヤチーチャリア、パンテレーモンら砲撃グループへ、連合艦隊との合流を命じ、時間、F スターフィーもまた合流に向かった。しかしながら、ヤウズスルタンセリムは急速に接近しつつあり、連合艦隊の結集は間に合わないということが明らかになった。 したがって、エベルガールトはゲーベンを迎え撃つことにし、ロスチスラフと合流してこの古くて弱い艦を敵団から守ることにした。こうして個別に反撃せざるを得なくなった以上、ロシア艦隊が大ゲーベン用に特訓してきた集中砲火戦術がまたしても失敗したということは明らかであった。エベルガールトは戦闘に備えて速度を 5KN に落とすよう命じた。 7時53分、ロシア艦隊は、発砲をはじめ、ヤウズスルタンセリムも応戦した。味方の危機を見るや、砲撃グループのパンテレーモンは 17.5KN という高指示より 1.5KN も早い、速力で戦場への接近を開始した。8時6分、砲撃グループは、連合艦隊と合流した。パンテレーモンは、合流するやロスチスラフの前に立って、 ヤウズスルタンセリムへの砲撃を開始した。やがて、敵艦へ2発の大型砲弾が命中した。損傷は重度でなかったが、ヤウズスルタンセリムは、戦場から逃げ出した。8時12分、戦闘は終了した。ドイツ戦員たちは、敵艦へ3発の命中弾を与え、この海戦でトリー・スブヤ・チー・チェリョとヨアン・ズラトウストが、重度の損傷を負ったものと見積もっていた。 しかしながら、実際には、ロシア艦船は一発の命中弾も浴びていなかった。4月28日、連合艦隊はセバストーポリへ帰還した。エベルガールとは、報奨を受けることとなった。1915年4月30日から5月5日にかけては、連合艦隊は、ボスポラスへ遠征した。6月6日から6月9日にかけては、 国会艦隊連合艦隊は14隻の艦隊水雷艇を伴ってゾングルダクへ出撃し沿岸部を砲撃して通称破壊を行った。作戦中2隻の蒸気船と8隻の小船を撃沈した。8月23日から9月3日にかけては連合艦隊は新しい土球戦列艦インペラトリーザマリーアのセバストーポリ開港のため護衛任務に就いた。 その月、国会艦隊では、新しい土球艦の収益による再編が行われた。戦時の臨時編成として、3つの機動グループが編成されたが、トリースブヤチーチェヤトロスチスラフはいずれにも含められず、予備役に回された。また、通常編成として第1戦隊と第2戦隊が編成されたが、やはり旧式化した2隻は、予備扱いとなった。 ただし、戦時であったため、予備役の艦も、実戦への参加を継続している。1916年1月10日から3月23日に、かけては、トラブゾン進行作戦に参加した。その中で、3月末にはトリー・スブヤチー・チェヤと、艦隊水雷艇シチャスリー・ブイ、グネーブ・ヌイ、プイル・キーは、ノボロシスクまで、輸送船団を護衛し、3月9日朝方には、 セバストーポリへ寄港した。1917年4月1日までに、鳥居、スブヤチーチェリアには、新しいオブーホフ工場式38口径 63.5mm 広角砲2門が設置された。1917年に2月革命が発生すると、鳥居、スブヤチーチェリアは、臨時政府の管轄に入った。その後は、 国会艦隊における臨時政府派とソビエト派の闘争の繰り返しであった。1917年3月27日には鳥居渋谷チーチェリアはセバストーポリの海軍工場にてセバストーポリ評議会の支援を受けるゲオルギー、ポベドのお説との間で戦闘状態に入った。水兵や兵士、海軍工場労働者が加勢したソビエト派は大きな勢力となったが エベルガールと提督の差し向けた政府軍によって粉砕された。これにより海軍工場では安全に艦船の修理が行えるようになり、エベルガールとはその功績により多大なる報証を授かった。しかし、その後トリースブヤチーチェリアではボリシェビキによる強化が進められ、最終的にシノープと並び、ボリシェビキによる組織率が最も高く、 臨時政府の艦隊である国会艦隊当局から危険視される存在へとなっていく。4月4日、ボリシェビキに先導された鳥居渋谷チーチェリアの聖委員会は次のようなスローガンを公言した。全水兵、兵士、労働者同士諸君に次ぐ互いに強く支え合い、印刷物によるブルジョワの声に耳を傾けるな。我らが強大なる団結を妨げるために水平 兵士、労働者の間に不和を生じさせようとする声に、4月6日には、トリー・スブヤ・チーチェリアの上院は、ペトログラード労働者、兵士大議員ソビエトを歓迎する決議を採択した。ペトログラードでは、サーカス上にて、国会艦隊の水兵及び兵士、セバストーポリッシュ並びに、セバストーポリ以降の労働者の代表団が集会を開いていた。集会には、 ペトログラードの兵士や労働者、等活動家が招かれていた。4月17日には、鳥居渋谷チーチェリアの選任委員会は、全水兵、兵士、労働者に対して、ブルジョアとの戦いのために団結し、ブルジョアの印刷物を信用せず、プラブダ、社会民主主義者、ペトログラード評議会通信といった、革命新聞だけを取り寄せて、読むよう呼びかけた。声明は、 次のようにして締めくくられた。同志諸君、確かに記憶しよう。ただ労働者との団結にのみ我々の力はあるのだ。6月1日、鳥居渋谷チーチェリアの艦長、MM リーコール海軍大佐は、シンフェローポリ評議会の代表に、館上での演説活動を禁じた。すると同日、セバストーポリ評議会委員会は、艦長は船員に対して謝罪すべきであると決議した。 そして、リーコール大佐はそれをするを余儀なくされた。6月初め、コルチャーク艦隊司令官がトリースブヤチイチェリア、シノープリオ館の上院を解散させようとすると、艦隊臨時代表集会と中東部隊は、士官から武器を取り上げて、艦隊司令官と彼の参謀長を解任すべしとする、議決をした。臨時政府への報告のための出張を良いことに、コルチャークは、 セバストーポリから追放された。艦隊司令官には、元鳥スブヤチーチェリア艦長で当時は、第二戦列艦船隊長を務めていたル、VKL イン海軍少将が就任した。9月1日には、正式に、ロシア共和国が誕生し、10月には、同共和国政府は改めて、国会艦隊が、同共和国の管轄下にあることが宣伝された。その一方で、 ウクライナ人の占める割合の高かった国会艦隊では、早くから感染のウクライナ化が進められ、いくつもの感染でウクライナの国旗が掲揚された。他方では、ボリシェビキの活動によって赤旗を掲げる感も少なくなかった。1917年10月には、臨時政府公認のウクライナ自治政府であるウクライナ中央ラーダ、総書記局から、 国会艦隊のウクライナ化の可能性について調べるため DV アンのーノビチがオデッサ、ヘルソン、ムイコラーユへ派遣された。調査の結果、国会艦隊のウクライナ化は広範囲にわたって行われていたが、組織立っておらず、統率も取れていないということがわかった。この時、 現地にあった艦のうち最も強力に、ウクライナ化が進んでいたのが、ウクライナ国旗を掲げた、戦列艦ボーリャで、一方、ト鳥スブヤチーチェヤではボリシェビキに対するシンパシーが、高かった。戦列艦以下の艦船は、日和見的な態度をとっており、すなわち、両戦列艦での動きにそれぞれ迎合する傾向に、あった。アントノビッチは、国会艦隊は、素質。 精神ともに、ウクライナ人のものであると結論付けた。11月20日、10月革命に反対した、ウクライナ中央ラーダが、第3次ウニベルサールで、ウクライナ人民共和国の成立を宣言すると、国会艦隊は、同共和国が、所有権を主張するところとなった。11月22日には、オデッサやセバストーポリにあった。 いくつかもの艦船に、ウクライナ国旗が翻った。国会艦隊司令官 AV 尿密海軍少将は、ウクライナ総書記局に電報を打ち、国会艦隊が、ウクライナの司法のもとに入ることを伝えた。しかし、ロシアソビエト共和国政府はこれを認めず、12月、ウクライナ領内へ軍を進めた。12月16日には、 セバストーポリに進攻した赤軍によって取りに、スブヤチーチェリアは脱取され、赤色国会艦隊へ編入された。1918年1月12日には、セバストーポリ評議会、国会艦隊中央委員会、農民大議員評議会、支持地組織代表者、公安工場総委員会、国会艦隊委員長、全艦船と、全部隊の代表者を呼び、 社会主義組織からなる軍事革命本部の結成が採択された。その一方で1月14日にはウクライナ人民共和国艦隊に関する臨時法が制定されたがこの時ウクライナ人民共和国海軍は赤軍の侵攻によりすでに感染を失った状態であった。1月19日には軍事革命本部はどん地方における AM カ加ジ人将軍旗下の義勇軍との戦いのため、鳥居、スブヤチーチェヤから200名、イオアンズラトウーストから100名の陸戦隊を派兵するよう命じた。赤軍の支配もつかの間、1918年1月27日には、ブレストリトフスク単独講和により中央同盟国と同盟したウクライナ軍が反抗に出て、赤軍を圧倒した。 赤軍は撤退の準備をする必要に迫られ、3月には、セバストーポリにて取り、スブヤチーチェリアを含む保有艦船を保管状態に入れた。3月22日には、モスクワ政府より、艦船の登ろしスクへの撤収命令が出されたが、主力艦船は1隻も出港しなかった。3月30日には、ドイツとモスクワ政府との間でセバストーポリを含む、 クリミア半島がウクライナに含まれないとする取り決めが行われた。この結果、翌月ドイツ軍がクリミアへ入った際に戦闘態勢にあったクリミアの黒海艦隊がブレストリトフスク条約のロシアソビエト共和国はロシアの港にある軍艦を武装解除すべしという条項に抵触するという主張の根拠が生じた。1918年4月には クリミア作戦によってクリミア半島の奪回が過強に入った。4月15日、ドイツはロシア側に国会艦隊の条約違反について通告した。同日、トリー・スブヤチー・チェリアは他の旧艦隊総交官とともにウクライナ軍の指揮下に入った。4月20日には、ウクライナ人民共和国首相、B.O. ホルボービチは次のような電報を。 キエフのドイツ大使に撃った全国海艦隊はウクライナ人民共和国の所有である。若干の単位部隊は現時点で我々が勇敢なる機軍の兵士と共に戦っている悪党一味の手にある。4月22日にはシンフェローポリがドイツ・ウクライナ同盟軍に奪還され、残すはセバストーポリばかりとなった。迫りくるドイツ帝国軍による攻撃を避けるため、 国会艦隊司令官 MP サブリンは全艦船と港湾及び要塞にウクライナ国旗を形容すべしとする指令を発した。一方、ボリーシェビキは国会艦隊にのぼろしスクへの撤収を命じた。その後、国会艦隊の赤軍部隊は各戦線で壊滅した。4月25日には、ボリーシェビキは革命の旗を下ろしてはならないとする声明を発表した。 4月29日には国会艦隊艦船の大半がウクライナ人民共和国の旗を掲げた。この時点でトリー・スブヤチー・チェリアはロスチスラフ・シノープと共にウクライナの国会艦隊第3装甲艦船隊を構成していた。ウクライナ国時代のセバストーポリ。下方、日本煙突の戦艦がトリー・スブヤチー・チェリアで、その上隣は 第二戦隊所属のボレーツィザスボボード。ところが、同日、キエフでは、平地前による政変が起こり、ウクライナ人民共和国が倒れて、ウクライナ国が成立していた。即日、国会艦隊は、ウクライナ国以外の何者にも所属しないとする、声明が出されたが、それに反し、ボリシェビキの先導によって、国会艦隊の一部は、 赤軍支配下ののぼろしスクエ逃亡を図り、艦隊に亀裂が生じた。さらに、ウクライナ人民共和国軍と同盟して、クリミアへ進撃していたドイツ帝国とオスマン帝国の軍がセバストーポリへ達すると、ヤウズスルタンセリムと防護巡洋艦ハミディエが、セバストーポリ軍港への砲撃を実施したため、国会艦隊艦船の多くは郊外への脱出を、図って出航した。 一部の主力艦船が脱出に成功して、のぼろしすへ向かったものの、ほとんどの艦船は、巡洋戦艦と陸からの砲撃によって行く手を阻まれ、港へ引き返した。それらの艦船では、乗員によって機関が破壊されたり、中には自沈した艦もあった。5月1日から2日にかけて、ドイツ帝国軍は3月30日の取り決めに、 従い、ソビエトロシアの所有物として、国会艦隊を接収した。そこではまず艦船の武装解除と機関などの機能停止措置が取られた。ドイツ帝国軍は、司令官ゲオルギー・ポベドノーセツに曲がりして、そこに司令部を開設した。その後、ウクライナ国とドイツ帝国との間で、ウクライナ国軍の編成と国会艦隊艦船の、 所有権をめぐり意見の相違が生じた。代表団のベルリン派遣に際し、8月後半には、鳥居、スブヤチーチェラを含む8隻の主力艦など多くの国会艦隊艦船をウクライナ国に返還する要求がまとめられたが、この時はまだ返還されなかった。一方、9月24日には、ベルリンにて、ロシアソビエト共和国とドイツ帝国との間で、 国会艦隊がロシア共和国の所有物であることを確認する文書が取り交わされた。これによれば国会艦隊は和平締結までドイツ海軍省の管理下に置かれ締結後損失分については保証とともに艦隊をロシアへ返還するということになっていた。ところがドイツ軍が降伏してウクライナから撤退することになると国会艦隊艦船は ウクライナ国へ移乗されることとなった。協定に従い、鳥居ブヤチーチェリアはじめ旧艦隊総交艦は終戦となった11月11日付で正式にウクライナ国海軍へ移管された。しかし、この艦隊は長続きしなかった。中央同盟国の降伏によってウクライナ国は軍事的後ろ盾を失うと国内各地で反政府武装放棄が発生した。 国会からは連合国軍が進行し、敗戦国ドイツの同盟国であったウクライナへの進駐に取り掛かっていた。ウクライナ国政府は、急遽ロシアの白軍に支援を要請し、ウクライナ軍と合同で国家を守ることが、試みられたが遅きに失し、合同軍はディレクトリア軍に敗退した。連合国軍が、ウクライナ国領へ進行すると、国会艦隊艦船の上には、 中立の意思表示のつもりで、アンドレーキが掲げられた。11月24日には連合国軍に接収された。イギリスやフランスの軍部は、トリー・スブヤ・チー・チェリアはじめとする国会艦隊艦船を差し押さえその指揮下に置いた。その後、いくつもの艦船が、現役に服して連合国各国の旗の下で、運用についたが、トリー・スブヤ・チー・チェリアや他の全土級戦艦は、 最終駅しなかった。全土球戦艦の後輩は、一説には、乗員が不足したためだとも言い、あるいは、艦の一部を、新しい土球戦艦のために供出してしまった、ためだとも言われる。1918年当時、ウクライナには活動中の戦列艦ボーリャ、建造中のソボールなウクライナ、そして修理中のインペラトルイーツやマリーアがあり、 それらの工事が1918年を通じて進められたため古い装甲艦は部品を供出してしまったと見られている。あるいは1917年以降活動を停止していたことから革命後の混乱の中資材不足で部品を失ったとも言われる。1919年春に連合国軍が撤退することになると4月22日から29日にかけて トリー・スブヤチ・チェリアは、イギリス軍の指令により、機関を爆破され、稼働状態から外れた。4月29日には、赤軍ウクライナ戦線によって奪取された。1919年5月には、セバストーポリの港湾労働者と、鉄道労働者らは、走行列車、パーミアチ・ーバーノバを製作した。列車は、十分に走行を張られた、運転台を持ち、トリー、 スブヤチーチェリアから取り外された100ミリメートルよび120ミリメートル砲が搭載されていた。6月24日には義勇軍によって奪取され、南ロシア軍義勇軍海軍国会艦隊に編入された。1920年5月11日には南ロシア軍がロシア軍に再編されたが、トリースブヤチーチェリアはその管轄下に止まった。 同年9月の南戦線の報告によれば、その時点で鳥居スブヤチ,ーチェヤでは半年近くにわたって、新しい武装を施すための工事が続けられていた。しかし、修理設備の荒廃と資材の枯渇から、工事の進捗状況は芳しくなかったとみられる。1920年11月には、ロシア軍がクリミア半島より撤収し、ロシア内戦は終結した。 稼働状態にあった多くの艦船は白軍によって国外へ持ち去られたが動くことのできなかったトリースブヤチーチェリアはセバストーポリに残され11月15日に赤軍部隊によって接取されたその後は修復されることもなく1923年にコムゴスフォンドフに解体のため売却された1925年11月21日には 赤色海軍は鳥居、渋谷チーチェリアを感染リストより除名した。ありがとうございます。